系列夕方6時50分枠の帯アニメは過去テレビ朝日系列で月曜引く土曜18時50分から19時に放送されたアニメの放送枠である。放送作品はすべて新映動画によるものである。本校では18時45分から19時に放送されていたアニメや月曜引く金曜の帯アニメについても取り上げる。1979年4月、それまで ローカルミニ番組が編成されていたこの時間帯に、藤子藤尾劇場の帯アニメ枠を新設した。第1弾はドラえもんで、1981年9月まで、この時間帯の帯アニメとして放送されていた。1983年4月に放送開始時刻が5分前倒しの18時45分となるが、1987年4月のアンニュースレーダーの枠拡大によって、 再び18時50分開始に戻された。その半年後の1987年10月、18時18時50分放送の、帯番組、パオパオチャンネルがスタートしたことで、藤子藤代劇場は、同番組に内放され、本枠は一旦中断した。この間は、18時50分19時20分の30分枠で、日替わりの30分アニメが放送されていた。 1989年春の改編で、パオパオチャンネルは、関東ローカルに広角かつ17時放送開始になったが、同番組の1コーナーである、ピッカピカ音楽館が単独番組化して18時50分19時に編成されたことで10分体体制が復活。そしてその1年後の1990年4月に、ガタピシがスタートしたことで、 二年半ぶりにこの時間帯の帯アニメが復活した。翌年4月にはドロロンパがスタートしたが、同作品の終了以後はこの時間帯に単独の帯アニメ枠は編成されていない。なお、10分帯体制はその後もしばらく続いたが、1992年3月30日にステーションアイの放送枠が拡大した影響で5分に縮小。 そして1993年4月3日に、ステーションアイが再び拡大するのに合わせて廃止された。なお、藤子藤二雄劇場の作品は本枠との並行で、日曜8時30分枠日曜9時30分枠でも30分アニメとして放送されていた。藤子藤二雄劇場の30分アニメが放送されていた。 日曜8時30分枠日曜9時30分枠は全国ネット枠であったが本枠はローカルセールスであったため一部の系列局はこの時間帯に本枠を編成せずにローカルニュースを放送していた別の時間に編成していたつぼねや未編成のつぼねもあるありがとうございます